こんにちは、フォトアーティスト広瀬です。今回ですね、ライカ Q2 モノクロームのフィルターが発売されました。で、このフィルターについてのレビューをしてみたいと思います。健康で出しているオレンジフィルターとライカ Q2 モノクローム用に出されているオレンジフィルターの違いということでコメントしてみたいと思います。でこちらはオレンジフィルター YA さんですね、健康のオレンジフィルターということになります。オレンジフィルターということで表記されてるんですが、ライカのオレンジフィルターは若干ですねイエローに近いで、オレンジフィルター、いわゆる健康のオレンジフィルターの方はですね、確実にまあオレンジ色ということですね。まあ、当然これだけの濃度の違い、色の違いがありますので仕上がりの結果は違ってくるということになります。さあそれではですね、どんな違いがあるのかということで見ていただきたいと思います。まあオレンジフィルターを使わない場合とですね、オレンジフィルターを使った場合の違いも含めて説明させていただきたいと思います。ライカ Q2 モノクロームのフィルターの装着の方法ですね。まずフィルターですね、こちらのフィルターをこちらにねじ込んで入れます。十分にですね、ホコリをブロワーで払っていただいた方がいいですね。まずはフードを外してですね、取り付けるわけですが、この後にはフードをもう一回取り付けるということになります。まあ、ライカのフードはですね、こうカチッと音がしないのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、ギューッと回してですね、止まるところまで回します。こうですね、ぐーっと回していきます。かなり固めです。で、完全に動かなくなるところまで回していきます。本当ですね。で、 E と R 出てますけども、 E と R の文字のあたりがまあ中央部分になるんですけども、そこでピタッと止まるようにできてますので、まあ、ねじ込みに関しては確実にこの辺りまで回していただく、まあ、もちろんその製品によって誤差があるかもしれませんが、とにかくこう回してですね、止まるところまで、結構硬いですが回して止まるところまでということで正常な位置にフードがつくということになります。角をですね切ってありますので、ここがこういうふうになっている状態、正面から見た時にですね、角がこう切れている状態ということが正しい装着方法ということになります。で、やや、イエローっぽいこのライカのフィルター、そして、通常のオレンジフィルターですね、健康で出しているオレンジフィルター、濃いオレンジ色のオレンジフィルターの違いについてですね、これから比較動画で見ていただきたいと思います。こちらがですね、ノーマル撮影になります。まあ、フィルターを使っていない撮影ですね。フィルターを使っていない撮影ですとこのような感じ、そしてフィルターを使った場合ですね、オレンジのフィルターを使うとですね、この感じになります。今度はですね、健康のフィルター、健康のフィルターを使うとどういう感じになるかということですね。こちらデータは全く加工はしておりません。そのままストレートの画像です。こちらが健康でのオレンジフィルターを使った場合ですね。ちょっとこの2点をですね、比較で見ていただきたいと思います。若干構造は変わっておりますが、右側がライカ Q2 モノクロームの専用のフィルター、オレンジフィルターで撮ったもの、そして左側がですね、健康のオレンジフィルターで撮ったものということになります。まあ、露出のデータを見ていただくとですね、もちろん濃度も違うのでぴったり同じではないんですが、80分の1、125分の1ということなので、ごくわずかですね、やはり濃度の差が出ているということで言えると思いますね。若干このオレンジフィルター、健康のオレンジフィルターの方が明るく映っているということもありますが、まあ、階調の違いですよね。ここの部分を見てもらうと分かるんですが、ここの階調再現がですね、だいぶ違うんですよね。ここら辺のこう白さの感じですね、まあ、端っこなので少し歪んでますが、ここら辺の階調のグレートーンの出方とかですね、こちらの方のグレートーンの出方は画質をちょっと損なうという感じがしますね。で、ライカ Q2 モノクローム専用のですね、オレンジフィルターの方は、まあ、コントラストがありながらもですね、階調はちゃんと維持しているというところですね。この辺りがだいぶ違う感じがしますね。ちょっと飛び気味になってしまうというか、階調が少し飛び気味になってしまうということですね。こういうことですね。この濃度のですね、その再現性にしても、やはりちょっとライカの方のフィルター、
オレンジフィルターの方がですね、きちんと階調が出る。コントラストをただ高くするだけではなくてですね、階調を出しながらコントラストを出すというようなフィルターの効果が出てると思います。白飛びの部分、この辺りのハイライトの白飛びの部分もですね、ちょっと違いますよね。こういったところから言ってもですね、やはりこうフィルターのクオリティの高さというものを感じるライカ Q2 モノクロームのオレンジフィルターということが言えますね。まあ、もちろん濃度の違いというのが大きいと思うんですが、そのオレンジ色であるかどうかということなんですね。コントラストのこのメリハリが効いていいという方もいると思うんですけども、この状態からメリハリを逆にと効かすことは十分できるということなので、今回のこの写真に関しての印象で言うとですね、常用で使ってもさほど問題がないということは言えると思いますね。特に風景写真等を撮られる方は、ノーマルで撮影するよりもむしろオレンジフィルターを使った方がですね、コントラストのメリハリがつきやすいというか、写真の仕上げのプロセスを少し軽減できるかなという感じがします。じゃあ今度はですね、ノーマルとそのオレンジフィルター、これを比べてみましょう。左右入れ替えました。こちらがですね、ノーマルの写真、こちらがオレンジフィルターということですね。まあ、ノーマルからするとですね、やはりメリハリはだいぶついてますね。かなりメリハリ感が感じられると思います。まあ、非常にシャープな写り方をしますし、フィルターを使ったからといって、少しハレーションが出てしまうとかですね、解像度が落ちるということはほぼないということが言えますね。まあ、フルで見てもですね、やはりコントラストの強さはありながらも解像度は決して落ちていないというところですね。このあたりはだいぶやはり値段がするだけのことはあり、シャープ感を感じるということが言えると思います。それでは別のケーススタディで見てみたいと思います。健康のオレンジフィルターで、こちらがライカのオレンジフィルターですね。クローズアップにした時の質感描写ということですね。後方の部分、まあ、やはりレンズそのものがいいので、健康のフィルターで極端に劣化しているという雰囲気はないですね。かなり健康のフィルターでもしっかりと描写してくれる。やはりレンズの元のレンズがいいので、こういった点でフィルターをですね、ライカでなければならないというほどではないと思います。こういう被写体においてはですね、やはり先ほどのようにちょっとコントラストが強い、コントラストの状態によってはですね、やはりライカの方が階調が出しやすいという部分もあるので、コントラストはもちろんこれから上げられますので、そう考えるとやはりライカの方が、まあどちらかというとですね、汎用性が高いと言った方がいいですね。このコントラストのみだと場合によってはちょっとコントラストが強すぎてしまうことがありますが、このコントラストであればですね、コントラストの調整加減によっていくらでも調整が効くということは言えると思います。まあ、このあたりも含めて濃度を決定したような気がしますね。さあ、それではですね、今度は夕方、もっと日が沈んだあたりですね、このあたりの違いで見ていただきたいと思います。今度3枚比べます。こちらで見てください。まずこちらですね、こちらフィルターなしですね。でフィルター、オレンジフィルター、健康オレンジフィルター、そしてライカのオレンジフィルターということですね。まあ、もちろんノーマルで撮影をするとですね、メリハリがこのぐらいの感じですが、このメリハリの感じはだいぶ変わってきているというのがわかると思います。拡大で見ていただきましょう。まあ、このあたりもですね、さほどライカでなければならないという感じでもないですね。こうコントラストのつき方とかですね、あまり変わりがない感じがします。
まあ、今回の比較で見てもですね、もともとのレンズのポテンシャルが高いので、健康のフィルターではダメということではなく、ライカのフィルターでなければならないという要素はあまり感じられませんでした。ただまあこれ逆光になってくるとちょっと違うと思うので、同じ検証の中でですね、やはり逆光撮影をしてみないとちょっとわからないかなというのはありますね。まあ通常のコントラストということで今回は検証してみましたが、その段階においてはですね、健康のフィルターとライカモノクロームのオレンジフィルターの違いの極端な差は見て取れませんでした。まあ、ただちょっとハイライトが強い、さっき一番最初に挙げたようなですね、強いハイライトの下では快調が若干こう十分にこう留まるか、それとも少し飛び気味になるかですね。例えばこう建物の快調が少し飛び気味になってしまうというようなことがやはり起きうるということも言えますので、まあ、やはりライカ Q2 モノクロームを購入された方はですね、まあ、専用のオレンジフィルターを使う方がよりベターであると思います。色調が少しイエロー寄りなので、その被写体を選ばないというか、まあ、ある程度、まあ、人物等もこのぐらいの描写をすれば人物等を撮ってもですね、さほど問題はないんではないかと思いますね。まあ、そういう意味では、まあ、少しライカ Q2 モノクロームのコントラストもう少しあった方がいいなと思われる方は、特に風景写真などをメインに使われるような方においてはですね、このライカのオレンジフィルターを常用するというのも一つの方法ではないかなと思います。まあ、こちらのですね、サンプルを見ていただいてもお分かりのように、それぞれのですね、特徴を持ったフィルター3種類用意されています。まあ、今回動画の中で使ってたのがオレンジフィルターということなんですが、他にもイエロー、グリーンがあります。イエロー、グリーンの違いは何が違うかというとですね、選んだフィルター、こうですね、選んだフィルターの色の同色系はより明るく、その補色はより暗く映るということになります。まあ、単純に言いますと、黄色よりもオレンジの方がコントラストが強いと。グリーンのフィルターはグリーンが明るく映り、赤い色ですね、赤い系統の色が少し暗く映るようなフィルターになるということになりまして、まあ、風景写真であればオレンジフィルターを使う方がいいと思いますね。まあ、以上のようなことを参考に、ご自身の作品の用途に合わせてフィルターを使ってみるということも、ライカ Q2 モノクロームを楽しむ一つの方法ではないかと思います。参考にしていただければと思います。